本日は声優じゃないけどうまいと思う芸能人についてのトピを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。唐沢俊明、ベタだけどトイストーリーのウッディ。唐沢さんの表情もウッディっぽい。顔似てると思うわら。目が大きくてそっくり。ディズニーは特にアニメキャラクターと顔や雰囲気が似ている人を起用する傾向にある気がする。唐沢ウッディ好きです。音符。ウッディもバズも声に集中したら唐沢さん&所さんそのままなんだよね。でも映像見てたら全く違和感ない。起用した人のセンスは素晴らしいと思う。ウッディと唐沢さんって顔もすごく似てるし、唯一声を当ててる人の顔が浮かんでも気にならないと言っても過言ではないかもしれない。わかる。あと所さんも、所さん坊って言われてたけど、あのキャラだからこそ合うと思う。所さんはなぜかバズだけハマってる。ポニョのお父さんはかなり坊で違和感なのに。ポニョのお父さんはダメだけどアルフには合ってる。アルフの所ジョージさん。気だるさが良かった。トイストーリー4のラストのシーンは、本当にお二方とも上手かった。上手いなんて言葉じゃ薄っぺらいなぁと思うほど。ウッディってもともと山寺宏一の予定だったんだよね。女関係の印象悪いし出演作多すぎるし、唐沢さんでよかった。トイストーリー第1作目は山ちゃんが先にアフレコしたのをお手本に撮ったんだよね。ポーラーエクスプレスだっけ？サンタに会いに列車で行く話。声優何役も演じてて上手だった。ドラッグオンドラグーンっていうゲームの唐沢さんも上手かった。歌も良かった。まさにそれを書こうとした。私の中で唐沢俊明はユーバルト。主人公の友人役やってたけど唐沢さん狂った演技上手かったなぁ。長沢まさみ、寝具の山嵐の女の子とか、君の名はにも出てた。君の名は、の時はクレジット見るまで気がつかなかった。君の名はも、どの役？滝くんのバイト先の女の先輩。顔出しで演技してる時より上手い。歌声も癖なくて聞きやすい。カルピスの CM のアテレコもなかなかに。長沢まさみって声綺麗なんだけど、誰もが聞いてすぐにまさみだ、ってならない。いい意味で個性が強くなくて聞きやすいよね。私まさみ好きだからすぐ気づいちゃう。まさみだ、って、けど聞きやすい良い声だからどの声当てもうまいし好きだよ。大河のナレーションも大成建設も好き。長沢まさみはすぐわかるよ。だけど聞いていたいい声だよね。ごめん同窓会にはいけません。もう長沢まさみらしいね。え？そうなの、すごい、全然わからなかった。こくりこ坂のメルちゃんもそうだよね。役にハマっててよかった。メルちゃんもなの、複雑な心境を吐露する時のセリフが上手くて、間の取り方なのか、リアルな感じで驚いた記憶があります。たくさんダメ出しされて、苦労したみたいなこと言ってた覚えがあるわ。それでもまた挑むんだから、大したもんだわ。映画ドラえもんでも、映画メインの子の母親役でしっとりとした優しい人を演じてた。役に合ってて、よかった。寝具、の長沢まさみさん、歌とても上手くてびっくりしました。意気がっていても心優しく従順で悲しみ隠せず泣きながら歌うとこもらい泣きしてしまいました。寝具で言うとうっちゃんも上手いなって思ったけど少数派かしら。寝具のうっちゃんは上手かったね。でも朝ドラでナレーションやってたのは下手だと思った。芸人さんはドラマよりアニメや CG の方がコミカルな演技で合うのかな。うっちゃんは素より何か役がある方がいいんだろうね。よく聞いたら声はうっちゃんなんだけど違和感ないよね。一緒に出てる山寺宏一に引けを取らないくらい自然だったね。個人的にはモンスターズインクの石ちゃんと爆笑田中が上手いと思う。ディズニー&ピクサーは外れ率低いイメージ。わかるー、このキャラはこの声、お二人とも演技も上手くてびっくり。田中は上手かったね、ぴったりだった。ディズニーならではのあの絶妙な間とか、上手。田中なんだけどちゃんとマイクなんだよね。わら文章下手でごめんだけど。本当上手いと思う。マイクもサリーもそのまま田中と石ちゃんに見えてくるんだよねわら。そしてこの二人がコンビだとついつい勘違いしちゃう。ハマり役だよね。マイクはあの声じゃないと無理だわ。でもスリーは田中さんじゃないんだよね。なんでなんだろう。ディズニープラスのモンスターズインクが石ちゃんと田中さんじゃなさすぎて全然見れなかった。田中さんはピーターラビットもいいよ。トイストーリーのチョコプラも上手だったなぁ。芸人さんって上手な人多くない？おさだは上手いけど、一行が一行過ぎて無理だったわら。あのダミ声がたまに一行になってたもん。ペットもバナナマンだもんね。普段からコントとかしてるからか声優もドラマでの演技も上手い人が多いわら。ミニオンズのネルソン一家も良かった。てか顔も似てるよね。ペンギンの物語も何かやってたよね。いろいろ声優やっててびっくりしました。この二人、アンパンマンにも出てたよ。ショコタンのラプンツェル。しっくりくる。何回も見たことあったけど、つい最近知った。全然違和感ないよね。映画は歌だけ違う人の声なんだっけ？違う人の声でも違和感なかったけど。
ショコタンのライブ映像でラプンツェルの歌歌ってて普通にうまかったから、本当は歌いたかっただろうなぁと思った。もう、ラプンツェルはショコタンだから、メンタルとかやられてやらかさないでほしいって思ってるわら。歌は違うけど、歌もいけたよなぁって思うくらい上手だよね。私もショコタン本人の行動は抜きにして声優自体は上手いと思う。嫌われてるからマイナス多いけど。なぜか嫌われてるけど、昔の痛みなで鬼太郎の猫娘やった時すごくうまかった。それ、言おうとした。鬼太郎で声優初めてしたのかな？まあとにかく、猫を見て、うまいなと思った。この前リメンバーミー見てて藤木直人も松雪泰子もキャラのイメージ通りですごく良かった。キャスティングうまいんだね。リメンバーミーの松雪泰子はすごく上手だと思ったよ。てか松雪泰子って知った時、驚いたくらい、藤木直人はまんまだったけど。松雪さんってわからなかった。上手。松雪さんは歌もお上手で本当にびっくりした。ディズニーは芸能人でも上手い人ばかりなのに、ジブリやコナン君はなんであんなにも下手な人ばかりを選ぶんだろうか。神木君や志田未来ちゃんは別として。ディズニーって、確か吹き替えも審査みたいのがあるんじゃなかったっけ？コナン、救えねえ。コナンは話題性も重視してるからね。言うても浜辺美波普通に良かった。浜辺美波はコナンの劇場版でゲストキャラを演じてたけど本当に上手だった。同じくゲストキャラを演じてた平野綾舞台女優になる前はプロ声優だったと比べても遜色なかった。平野綾は今でも一応声優なんじゃ。コナンの映画は犯人役とか重要な人物を俳優にやらせる時もあるから、本当にひどい時だと最初から最後まで違和感しかなくてストーリー入ってこないレベルの時ある。上手い人なら全然良いんだけどそうじゃない人には重要な役にしないでほしいなぁと思う。コナンのサッカー選手は本当にヤバかった。笑い。コナン映画はね、笑い赤星もひどかったわら。これは伝説の、でも嫌いじゃないわら。スポーツ選手は許してあげてわら。キュラソーの天海祐希は良かったよ。この人のミニオンズシリーズの悪女も良かった。スカーレットだったと思う。オリジナルの英語の声優さんよりノリノリでメリハリあって良かったよ。この映画を見に行って、最後のエンドロールで、天海さんの名前が出た瞬間、劇場内がおお、ってざわついたよ。ミニオンズのスカーレット役の天海祐希さんすごくうまかった。くれるの？ってとこ好き。さすが女優よね。夏木マリ。この方の声なしに千と千尋は成立しない。ユバーバがタバコの煙鼻からふーんってした後にガハハハって笑うところめっちゃ好き。プラス10個。うまいよね。海外ドラマの吹き替えも、すっごく上手。夏木マリさんはもはや声優と言っても差し支えないね。声優だらけの中に起用されても全然違和感ないもん。ジブリって主人公ヒロインは微妙なのに、ジジイババアの声は当たりなこと多いよね。ドーラおばさんしかり、カマジーや、トトロに出てきた優しいおばあちゃんとかね。カマジーも良かった。菅原文太さん。菅原文太さん落ち着いているけど気迫や温かみのある声良かった。ハウルのあの人は名は上がらないだろうね。ちょ待てよさんだっけ。何それわらわかるけどわら。キムタクって普通に上手くない？君たちはどう生きるかの父親役もあってた。ドラマではいつものキムタクで上手いと思ったことないのに声優の方がいい演技してる気がする。私は安野さんの次に棒だったと思ってたんだけど、合ってるっていう人も多いよね。私結構いいと思ってたんだけどな。私も良かったと思う。私も思った。別にキムタクが下手とかそんな風には思わなかった。むしろハウルのキャラには合ってた。ハウルの時に上手いと思った。倍賞千恵子さんがあまりにも棒読みでひどかったのと、キムタクの顔が出てなかったのでかえって良かったのかもしれないけど。ハウル聞いて、木村拓哉はキムタク役以外もできるんだなって、素直にいい演技だったなぁと思った。作った声じゃないのに本当にかっこいい声で、それだけでハウルの役に説得力ある。すごく共感します。ハウルの声のキムタク好きです。私の嫌いなキムタク部分がなくて、もっと声優やってほしいです。キムタクってドラマ見ててもお芝居うまいんだよね。役がいつもあんな感じなだけで、本当はいろんな役やれる人なんだろうなってハウル見て思った。神木隆之介。ハウルとか千と千尋とか、子供の頃からうまかったよね。ハウルの動く城、千と千尋の神隠し、仮暮らしのアリエッティ、君の名は、シン・エヴァンゲリオン。映画はよく出てますがテレビアニメの仕事がないのが不思議です。糸井重里。さつきとめいのお父さん。糸井さんだったの知らなかった。若干棒読み感あるけど子供の頃から聞いてたからか馴染んでるわ。ジブリはわざと棒っぽい感じにしてた気が。お父さん大好きなんだけど、マイナスだらけだ。ちょっと浮世離れした役にぴったりだったし。優しくて柔らかい声で心地よかったのに私は大好きだわ。私は好き、品があっていいと思ってたな。
顔見てびっくりだった。大人になった今、達夫はもう糸井さんじゃないと無理な体になっちまった。お父さん達夫っていうの？そうだよ。幼き頃に初めて見た時からお父さん棒だなーって思ってた。このお父さん、お仕事はできるんだろうけど、お家ではポンコツだからそれがあの棒感と合っててこれじゃなきゃって感じよね、笑い。すごいわかるわら思いでポロポロや耳を澄ませばといい。ジブリに出てくる父親は棒な気がするわらだがそれはいい。さつきとめいのお父さんと耳を澄ませばのしずくのお父さんはあまりにも下手すぎて、むしろなぜその人を起用したのかが知りたい。さつきのお父さんの糸井重里は他の声優がしっくりこなくて、難航してた時に、ジブリ映画のコピーを書いてた糸井重里を宮崎駿から提案してきたのと、しずくのお父さんの立花隆に関しては仕事でつながりがあったのと、茨城弁が決め手だったみたい。立花隆の助手の人もジブリと関係してたり、つながりが深かったからみたいだよ。宮崎駿さん、好きだよね。こういう話し方の人。声優さんのわざとらしい演技が嫌いとか聞いた気がする。あと、俳優女優使うのは宣伝の意味もあるんだろうけど、俳優使うと宣伝効果が全然違うってジブリの人が言ってた。紅の豚のジーナの声のオーディションで声優に否定的になり、加藤登紀子を起用したらしい。候補の声優の声や演技がお気に召さなくてボロクソに文句言ってたという話を聞いた。あれ以来から主要人物に声優は使わなくなった。オーディションの声優はそんなにひどかったのかな。吉沢亮、ヒロアカがとても良かったと、息子が絶賛してました。上手だったよね。本職声優ばかりの中であんなに違和感ないってすごい。ライダーやってたからというのもあるかも。別のアニメ映画の時も声優の杉田智和が吉沢亮の演技絶賛してた。仮に声優を志してたとしても成功しただろうなって思った。ヒロアカ声優さんたちも本職の方かと思ったって絶賛してた。吉沢亮って、顔よし、演技よし、声だけの演技もよし、この人完璧すぎんか？表情や演出は別としてアイリス大山の CM のセリフの言い方も個人的に好き。声に表情つけるのが上手いイメージ。私も書こうと思いました。前情報なしで映画見に行ってロビの声優が気になって仕方なかったです笑い。まさかの吉沢亮ってことにびっくりしました。これからも声優に挑戦してほしいです。吉沢亮の声の演技にマジに泣かされた周りもみんな泣いてたから恥ずかしくなくてよかったわら。吉沢亮のことをよく知らないで映画を見に行ったら上手くてびっくり。吉沢亮ほんとよかった。空の青さおみたいな普通の学生も、ヒロアカみたいながっつり少年漫画のキャラもできるのすごいね。空の青さで声優の杉田智和がツイッターでつぶやいた言葉が印象的でした。偏見はあった。何かが変わるかもしれないと思って映画を見た。偏った考えが変わることはなかったけど、前向きな音をたくさんもらえて嬉しかった。吉沢亮さんの芝居が心を打つ。ああ、楽器も、心臓も、音なんだって。鹿の王見たら、竹内涼真が意外にうまかったよ。抑揚のない、淡々としたキャラクターだったからかもしれないけど、戦いの時とかのうめく声とかで声優との違いが出るからね。竹内涼真は仮面ライダーでアフレコ経験あるもんね。仮面ライダードライブ、初めの頃はアテレコも下手だったけど劇場版とか終盤はすごく上手くなってた。一年がっつり経験積めるのは強みだよね。仮面ライダーや戦隊の出身者ってアフレコを経験しているせいか声優になることもあるよね。一方で下手なままの人もいるけど。マイナスをしている人は映画見たんだろうか？ただの好き嫌いで押してないか？竹内涼真の CV 良かったよ。マイナスは実際見てのマイナス？わら竹内涼真うまかったよ。すごいよね。普通、有名女優俳優がアフレコすると、その人の顔がちらついて、物語に集中できなくなるんだけど、鹿の王のは、竹内涼真感皆無だった。なのにイケメンで精悍な感じの役にすっごくハマってて、竹内涼真のこと嫌いだったけど、実力あるなーって感心してしまった。ハウルの動く城のキムタクくらいの衝撃、すごく良かったよねー。後で公式でほっさる名場面音説が YouTube にまとめられてて笑った。ちなみに、これでよろしいかな先生、が好き？古いのだとアラジンの羽賀健二。なんであんなにうまいのか不思議。やらかさなければそっちの道に行けたんじゃないのかね。確かに不思議わらわらなんでうまいんだろうわらわら。チャラさと陽気さとそこはかとなく色気がある声だよね。アラジンは元こそ泥だから一応ぴったりというか。アラジンみたいに生まれが貧しくてお嬢様を狙うところも皮肉なことにそっくり。声質も表現力もいいし歌担当の方とも声そっくりだよね。ジャスミンを思い出して、彼女のあの笑顔、ああ、ため息っていうところが感情たっぷりで心に残った。見比べると三木真一郎バージョンの方が上手いんだけど不思議と魅力のあるアラジンは羽賀健二の方なんだよね。本人が悪いんだけどもったいないよね。私も羽賀健二のアラジンが一番好き。
アラジンの持つ青年らしさとセクシーさ、両方兼ね備えてた。スト2の剣も良かったよね。残念だわ。羽賀健二さん、スト2のアニメで剣役をしてて、何この人芸能人なのに上手いって衝撃受けた記憶がある。マジでもったいないと思うわ。あの人、声優でもいけるくらい上手かった。ストリートファイターのアニメで羽賀健二が吹き替えを収録している動画を YouTube で見た。役に合わせ体を動かしたり、すごい熱の入れようだった。竜役を清水幸次郎がやってたけど、素人丸出しでど下手だった。松たか子、エルサが有名だけどブレイブストーリーっていうアニメで主人公の男の子を演じていて、すごく上手かったよ。松たか子は本当にマルチ俳優だよね。ドラマも舞台も声優もそつなくこなすもん。前にも動くの人にどの人の声が好きですかとインタビューしてて、松たか子の名前が上がってた。声がとても綺麗な人ですねと言われてた。よく芸能人の声優起用について、声優使えよ、なんで俳優使うんだよ、とか言われてるけど、実際見てみると大して気にならない。たまに、おお、ってなる下手な人はいるけど、ももクロとかね。魔女見習いを探しての桃高菜子ちゃんすごく良かったです。お邪魔女登場キャラにぴったりだった。ゾロリーヌちゃんも良かった。最近の可愛い声を作ってる声優より、素の声が可愛い人が可愛い声の役をやる方が正解だと思う。っていうか声優って本来そういうものだったはずだけど。俳優としての演技が下手なわけではないのに、声だけだと、どうした？っていう人いるよね。上手ければ俳優だろうがアイドルだろうが気にならない。悲しいかな、声優にも下手な人いるし、上手いから起用したならまだしも、とりあえず今旬の人使いましたってのは大体残念だからいや。芸能人の方も最近は声の仕事が来たら下手だと評価されないように意識してる人も増えたからね。昔はそのまま喋って本業じゃないからっていう人も多かった。幼少期だけど怪盗グルーのアグネス役、芦田愛菜ちゃん。可愛いし上手いよね。お遊戯会の練習の棒読みのセリフめちゃくちゃ笑った。可愛いし上手だったねー。この前初めてミニオン大作戦の一番新しい方のやつ見たけど松山健一が本当に上手すぎ。プロかと思った検索したら予測変換も上手いって出たよ。見終わった後何気なく調べたら声優の名前で松健がいて、どこ？と思ったら、まさかの準主役、最後まで普通にプロの声優さんだと思ってた。千秋。バラエティの千秋の声は引っかかるんだけど、ドラミちゃんは千秋が声優だと思ってももうドラミちゃんにしか思えない。ノンタンは認める。ドラミちゃんは嫌だ。ノンタンはぴったりだった。テーマ曲も歌っててよかった。先代ドラミちゃんの声が愛らしすぎてね。千秋ドラミはクールよね。ゆうすけサンタマリア、ワンピースの映画で声優してたけど上手だった。てか声が本当にゆうすけさんって感じだった。ブルーレイの麦わらの一味の副音声でも褒められてたよ。コブヘイ、肖像。こち亀のテライとかハッチポッチステーションのジャーニーうまかった。30年前から声優の仕事を経験しているんだよね。そういえば落語も動作はつくけどほとんど声だけで伝える芸だよね。平成たぬき合戦ポンポコも良かったよ。ダッチとか、小太り役の印象。害のない小太り声というのかな、合うよね。ロッチ中岡はもっと声優の仕事やってほしい。ロッチ中岡は、ポインコのイメージが強いわら。だよね。でもあのアフレコほっこりして可愛くてめっちゃ好き。コカドもいい味出してる。え、これロッチだったの？言われてみればそうだけど全然気づかんかった。ロッチの二人は声が優しいから、聞いてて心地よい。萩原正人。怪獣の声優と聞いて驚愕。ヨン様だけじゃなかったのね。ヨン様いいよねー。ちなみに利根川の声は白龍さんでした。アニメで声を当てた時、自分で何か違うなと違和感を感じてから、声優さんのお芝居をすごく勉強したらしい。怪獣役の時は違和感なく、普通に声優さんみたいですごかった。萩原正人の赤城は痺れる。赤城の声は萩原正人以外に考えられない。劇場版シティハンターの飯豊まりえ。シティハンターは演技が上手いっていうのもあったけど、周りの声優さんとものすごく馴染んでた。てっきりキャピキャピのアニメ声枠かと思ってたからびっくりした。特撮出身で吹き替え経験あるからかな。特撮って一年かけて吹き替えやアクション叩き込まれるから若手がすごく伸びるらしいね。飯豊まりえちゃんは恐竜バイオレットの頃から演技も上手かった。こんな才能あったんだと思った。名探偵ピカチュウの吹き替えもやってたけどかなり上手だったし。そうそう、名探偵ピカチュウの時びっくりした。可愛い声で金髪美人の吹き替えあってた。ピカチュウ以外と西島秀俊さん演技うまくて驚いた。堀北真希、ゲームだけどレイトン教授で少年役やっててすごくうまかった。あれ、大泉洋も良かったよね。あの二人で良かった。久しぶりに遊ぼうかなわら。確かに二人ともうまかった。
ホマキの少年館、大泉の英国紳士、時間旅行には泣かされたな私も引っ張り出してきてまたやろうと。大泉洋の千と千尋の神隠しの番台カエル、知らなかったわら。ハウルの株にされた王子様も大泉洋だね。大泉洋と安田健はちょい役でジブリ出てるよ。ハウルも猫の恩返しも。ベタだけど渡辺一慶。なんかやってた？いや本当にわらわら全然ベタじゃないよね。笑いチコも知らないんですけどわらわら。なんか意外なのやってたよなって思って調べてきた。おしり探偵のマルチーズ所長をやってるよ。あれそうなの？あれすごいよね。名前見るまで全然気づかなかったし、知ってても信じられないくらい別人。すごいけど、声出しづらそうで喉心配になるわら。マジか、ナレーションだけかと思ってたらマルチーズ所長もやってたのね。あまり有名じゃないかもしれないけど、トーマスの映画やモンスターホテルっていう映画に出てる藤森慎吾は全然違和感ない。声の質が声優向きだと思うし、うまい。プリキュアの映画にも悪役で出てたんだけど、それも良かった。アニメ向きな声だよね。あとカーズ3のジャクソン・ストームやってるよね。最先端のマシーンで鍛えられた新人を演じてて、主人公のマックイーンを嫌味っぽい言葉で追い詰めるんだけど、くっそ意地悪そうな声が上手かったと思う笑い。藤森さん上手いよね。トランスフォーマービースト覚醒で、主人公の相方ロボットをやってたんだけど軽いノリの声がキャラとめちゃくちゃマッチしてた。言語版は有名コメディアンによる吹き替えなので日本語版もコメディアンで、と現地スタッフオーダーがあったから起用されたらしい。専用声優だと逆に物足りなさを感じるだろうな。ってくらい良かった。洋画吹き替えにすごく合う声質だと思う。福山雅治。おしり探偵シリアーテ。未来の未来でかっこいい役やってた。おじいちゃんの若い頃かな？うまかったわ。田中優子。もののけ姫のエボシ様役。これは本当にうまいと思う。アフレコの映像も見たけどすごかった。もののけ姫美和さん。まあ美和さんの声なんだけど、上手だったなって。もろは美和さん以外考えられない。威厳があって優しさある。黙れ小僧。荒地の魔女役すごく好き。若い時の声も年老いてからの声も良い。どっちも、キャラとして憎めなかったよねわらわら。魔法の力が衰える前の顔は、まさに美和さんをイメージしたキャラだったし、写真の顔になってからはなんだかホームで介護されてるような、可愛いおばあちゃんになってわらわら。尾上松也、ディズニーのモアナと伝説の海のマウイ役めちゃくちゃうまい。歌もうまくてびっくりした。あれは本当にハマり役。うまかった。この人すごい上手だった。マウイが歌うところとか大好き。書こうと思ったら出てた。うまいよねー。モアナ大好き。そしてマウイが松屋さんだと知って心底びっくりした。ガルちゃんではなんかいじられキャラになってるけど、私はこれで彼のこと好きになった。いじられてるのも含めて好き。よく考えたら歌舞伎役者さんだから、普段から声を張る演技もしてるし納得はいくよね。でもそれにしてもうなるほどうまい。モアナのマウイ役、声優の人がやってるのかと思った。それまで私の中でゴリ押し歌舞伎タレカテゴリーだったけど、実力派歌舞伎役者に格上げされた。中川大志くん、ソニック映画は普通にうまいなと思った。ソニックうまかったよね。ああいうテンション高めのちょっと子供っぽい声は難しいと思う。中川くんはパイレーツ・オブ・カリビアンの吹き替えもジョゼ・トラもすごく良かった。ジョゼとトラと魚たちの時にインタビューされて、一丁前に声の演技について語ってたからどんなもんかと思って見に行ったら本当に上手で驚いた。ちなみにジョゼ・トラの時は意識的にナチュラル寄りのお芝居にしたらしく、やろうと思えばもっと大げさなアニメっぽい演技もできるらしい。予告ではナレーションもしてるけどナレーションもうまい。ミスターインクレディブルでバイオレットの声やってた綾瀬はるか。ちゃんとバイオレットのキャラクターに合ってて自然で綾瀬はるかって気がつかなかった。綾瀬はるかはドラマでも声優みたいな声芸してるから、声優の方が合ってるのかも。バイオレットの声はドラマの中でやってるアニメ声とは全然違うよ。これは綾瀬はるかさんとお父さん役の三浦友和さんがうまかったね。クレジット見て声優さんじゃなかったんだ、と思った。言われてみれば確かに綾瀬はるかさんの声だわって後付けで本人とわかる感じ。神谷明がツイッターで僕の好きな吹き替えは、ミスターインクレディブルの綾瀬はるかと三浦友和ってつぶやいてた。サバンナ高橋。コッシーはサバンナ高橋なんだよね。でも棒読みじゃないし、コッシーの声聞いてもサバンナ高橋が思い浮かぶとかないし、うまいよね。歌っててもちゃんとコッシーが歌ってるからすごいなって思う。ズートピアの太ってる量も良かった。サバンナの高橋はズートピアも上手かった。違和感なさすぎて全然気づかなかった。論文の田村敦史。ここではいろいろ言われているが、アイシールド21の昼間はハマり役で本当に良かった。序盤こそ演技は未熟だったものの、回を重ねるごとに上達していって昼間は彼以外考えられないほどになった。もしリメイク版を作るなら昼間は敦史で頼む。
鉄痕キンクリートの青いゆうちゃんの城、本当に城だった。黒と離れる車のところもライ泣きした。二宮くんもヤクザの頭瓶で叩いた後のこれ高いの?のセリフすごく良かった。鉄痕キンクリートはほとんど声優さんじゃなかったけど上手でした。ちょっとしか出てないけど森三中も良かったよ。期待してなかった分、すごくよく思った。原作が好きで見に行ったけど、アニメの動きだけ良ければいいかな、ぐらいの気持ちだったけど、ちゃんと作品に入り込んで楽しめた。迷ったけど、映画見に行って良かった。プロメアの坂井正人さん、一緒に仕事した声優さんが、声優じゃないこの人に声優である私たちも負けてはいられないって、ライバル視してた。映画の舞台挨拶で言ってたよね。ライブビューで見てたよ。声を荒げた時の聞き迫る音の響きは唯一無二、もっと若い時にも、声優してくれたらよかったのに。うまいことはうまいと思うけど、どうしても坂井正人だなぁと本人の顔がよぎった。好きだからいいけど、自分を消してた松山健一の方が声優としてはいいなぁと思った。お笑い芸人の金太郎、NHK のアニメのなんとかベロニカっていうので声優やってたけど、声優と遜色ない感じでまた続編もやってほしい。なんだかベロニカだよね。ベロニカ可愛かったよねー。一緒に始まったのにわしもだけレギュラー化しちゃって悲しかったな。私もずっと続編待ってる。アンパンマン役の戸田恵子さん。鬼太郎の声もうまかった。戸田恵子さんはもともとはガンダム声優だよ。マチルダさんよね。戸田さんは今は女優のイメージが強いと思うけどもともとは声優で売れた人だよ。アニメのキャッツアイの瞳とか鬼太郎。あとはジョディ・フォスターの吹き替えなんかでも有名だったよ。八島のりともその頃声優してた。二人とも若い頃は俳優の仕事がなかなかなくて、苦労されたみたいだね。キャッツアイは子供の頃リアタイで見てて、瞳に憧れてたから、大人になって戸田さんが担当してたって知って驚いた。いかがでしたか?この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。